真の反射を抑えるためにペットボトルの口元いっぱいまで水を入れると、ここまで3日程度保存できるということで、3日程度、そう、3日なんですね。それでも洗濯とかお風呂とかいろんなことを考えると、それ入るのは大変ですけど、ね、だから、はい、私はですね、実は水は老人物とせずに、この5年間保存できる水を箱ごと買って使う、それを物置に放り込んでいく。あ、結構楽しいですね。あとはですね、水が足りなくなることもありますので、その時にはこうしたポリタンク、水を運搬するポリタンクを用意します。私は用意します。で、私はですね、こうした折りたためるものですとか袋状のものです。で、何かと言って給水が始まったら、これで水を運ぶと楽になるんだと。まともくらないですかね。で、はい、で、水を確保した後は主食、なんですけれども、食べ物ですね、災害が起きたら、まずは冷蔵庫の中のものですとか、冷蔵庫のこういう冷凍食品の肉や魚を使って食べていいんですけれども、はい、その後は皆さんの備蓄するのであると思います。ここで柱に浸したら、お召し上がりにして、まあ、お米などを食べる。この期間が長いですから、お米なんかは、お米米ですとね、水が、溶かない水が節約できる。乾麺は、水時間が短いものをやれば、炊き込んでる。あ、そうですね。お米を炊くということなんですけれども、炊飯器が停電で使えない可能性があります。この場合、鍋で炊けるようになっているんですか。そうですね。で、鍋で、お米を炊くときは、よくひたひた米の上、第一関節まで水を張る。いろいろやり方あるんですけれども、火加減とか水の量を知るためには、一度作ってみます。はい。で、農林水産省の備蓄ガイドではですね、米1合で水 210ml、蓋をしないで強火で1回沸騰させる。そして、そこから軽くかき混ぜる。蓋をせず、かき混ぜる。そして、蓋をして弱火で15分。そして15分には、よいやり方を紹介します。いろんな方法があるんですね。やってみるか。しっかり炊飯器に頼り切ってますので、いざという時は私できないですから、恥ずかしながら。また練習が必要ですね。そして最後、はい、おかずですね。じゃがいも、人参、玉ねぎ、かぼちゃなど、日持ちする野菜を調理します。あ、それが多めに買っていくと。そうです。まあ、見てみると、これに、ルーがあれば、野菜カレーが。はい。当たり前なんですけれども、スーパーで冷やさずに売っている野菜、野菜は比較
買い物。